皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は「赤玉土だけ鹿沼土のみで植物は育つのか」という栽培実験動画の最終回をお届けします。スイートアリッサムを赤玉土だけ鹿沼土のみ日向土単体そして比較対象として赤玉土と腐葉土を混ぜ合わせた培養土に植え付けて冬から春にかけて栽培実験をしました。 事前にこうなるだろうなという予想をして栽培実験に臨んだのですが結構予想外なことが多かったですね。そののの事前予想ととと結果ししてどのようなことがかかったのかお話します園芸ガーデニングに興味のある方や園芸用土の性質について知りたいという方は是非最後まで動画をご覧ください。<music> それでは栽培実験を始める前の予想についてお話しますそれぞれの園芸用土の性質については把握していたので結構自信がありました一番生育がいいだろうと予想していたのは赤玉土と腐葉土を混ぜ合わせたものですこれは基本の園芸用土としてよく使われるのでスイートアリッサムでも効果的だろうと考えました 次に生育がいいだろうと予想したのは赤玉土です。粒状の用土なので通気性、水はけが良く、保水性、保肥力にも優れています。バランスの良い,い園芸用土ですよね。カヌマ土に関しては酸性用土ということが気になっていました。赤玉土よりは粘りや花付きが劣ると予想していました。ヒュガ土に至っては保水性がほとんどないので、 されるのではないかと心配していたほどです。それでは実験結果についてお話ししていきます。まずは本題の赤玉土だけ、カヌマ土のみで植物は育つのかということですが、ご覧の通り育ちます。当たり前といえば当たり前ですが、赤玉土もカヌマ土も 園芸の基本用土としてて幅広く使われている資材です通気性や水はけ保水性など用土の物理性が許容範囲であれば植物は育つということですね事前の予想では枯れてしまうのではないかと心配していたヒューガツチコ粒であっても枯れることなく花を咲かせてくれました。続いて根の張り具合を見ながら それぞれの用途について分かったことをお話します。今回の栽培実験を通じて一番意外だったのが、カノマツシのみに植え付けた株の生育の良さです。ご覧のように根もしっかり張っていますよね。カノマツシはご存知の通り酸性用途です。 一般的な植物は弱酸性溶度を好むと言われています。酸性溶度は肥料成分のリン酸が効きづらく、花数が少なくなるのではと予想していました。また、ペーハーが酸性に傾くと、土壌内にアルミニウムが溶け出して根の伸長を阻害するアルミニウム障害が出ると言われていたので、スイートアリッサムの生育には不利だろうと考えていました。 その予想をいい意味で裏切ってくれました。花数も一番多いくらいで根もしっかりと張っていました赤玉土に関しては事前の予想よりも生育が思わしくなかったなと感じていますご覧頂い,いて分かる通り根の張り具合も鹿沼土より良くないですよね。 これは水やりの頻度とも関係があるので断定はできませんが、やや過湿に注意が必要だなと思っています。今回の栽培実験では水やりの頻度を乾きやすいヒューガツに合わせていました。よってほぼ毎日水を与えていました。それだと赤玉土では過湿になるようです。土の表面が乾いたらたっぷりと与えるという方法であれば、 もう少し粘りは良かったのかもしれません。続いてご覧いただくのは、赤玉土と腐葉土を混ぜ合わせたものです。赤玉土7、腐葉土3の割合で混ぜ合わせました。これだと、ご覧のように粘りはいいですね。腐葉土によって、より通気性・水はけが良くなったことと、土壌微生物が活性化したことによって、根の張り具合が良くなったようです。 一年草など生育が旺盛な植物であれば植え付け用土の性質にあまり気を使う必要はありませんが一部の宿根草や山野草など根がデリケートな植物を育てる場合には赤玉だけけといううのは避けた方が良さそうです。このように腐葉土を混ぜ合わせたり先ほどご覧いただいた鹿沼土やこの後をご覧いただくヒューガ土はより通気性水はけが良い,い資材なので それらを混ぜ込むことで過失を防ぐことができます最後にヒューガツシについてお話します性質としては軽石に近い資材なので正直なところうまく育たないのではと考えていました結果としてはご覧の通り枯れることなく育ってくれました しかしながら生育がいいかと言われるとそこまでいい結果ではありませんでしたヒューガツチは通気性水はけは抜群にいいのですが一方で保水性保肥力には乏しい資材です基本用土として使うのにはバランスが少し悪いですねあくまでも改良用土として使うのが良さそうです通気性水はけの改善を目的として 用土全体の一割から二割程度を混ぜ込むというのがヒューガツシの適した使い方だと思いますそれでは今回の動画のまとめです赤玉土だけカヌマツシのみで植物を育ててみて分かったことについてお話ししました今回の栽培実験を通じて 赤玉松市だけでも、カヌマツ市のみでも、軽石のようなヒューガツ市であっても、用土の物理性が許容範囲内であれば植物は育つということがわかりました。事前の予想よりも生育が良かったのがカヌマツ市です。酸性用土なので、花付きや粘りが悪いのではと予想していましたが、いい意味で裏切られましたね。一方で予想よりも少し生育が悪かったのが赤玉松市です。 少し加湿に注意が必要だなと感じましたそれは腐葉土や多孔質資材を混ぜ込むことで改善ができそうです今後もいろいろな栽培実験をしていく予定ですので興味のある方は次回もぜひご覧ください